するしない？どうも、ひなたいこです。さあ、今回なんとまず衣装がね、ピンクじゃないっていうところがあれって皆さん思うと思うんですけど、ちょっと新しいあるものにチャレンジしようかなと思ってます。それが宣材写真。よく麻雀プロ、ほら、いろんな写真あるじゃないですか。できればこんな感じとかこんな感じの写真があるじゃないですか。すごい、そういういろんな宣材写真がある中で、私今年でプロ9年目なんですけど、過去に宣材写真を撮ったことがあるのがたった一度という。で、 YouTuber 始めて、よく出てるピンクのつなぎの写真、あれはここのスタッフが、はい撮りまーすだからね、撮ったピンクのつなぎの写真しかないんですよね。だからさすがに詐称じゃないですか。9年前の写真をずっと使うって。だってあの時22、3でしょ。でもう30過ぎて、その22、3の写真をずっと使う、やばいですよ、もう。だから新しいのゲットしようと思いまして、今日は撮影しようと思います。で、撮影するにも私近くにね、そんな立派なカメラマンとか知り合いいないんですけど、すごい人がね、麻雀プロの中ですごい方がカメラ学んじゃったんですよ。皆さん知ってると思いますけど、この方を呼んでみたいと思います。相内よしえプロ。はい、おはようございます。もうパイじゃなくてカメラ握ってるもんね。そうなんですよね。ちょっとジョブチェンジ。ジョブチェンジ。ジョブチェンジ、まずい。やだ、あんなに強いんだから、はい、麻雀もやって。今回はその相内よしえプロが、はい、最近本当にいろんな方の、そうなんですよ、宣材写真撮ってますよね。そう、ありがたいことに、なんかこういろんな人から撮ってくださいって言われて、うん、でもう結構100人ぐらい、プロじゃん。ちょっと聞いていい？はい。どれくらいいじれる？いじれる？データなかったことぐらいにできます？実物よりもどれだけいじれます？そうなんですよね。今冒頭で言わなかったんですけど、うん、私その修正とかレタッチの方もやっていて、シミとシワ消せる。消せちゃう。やったー。よかった。もうそうだから、アイコをもうめっちゃ可愛くしてる。やったよ、やったよ。はい、なので皆さん、こちらをぜひお楽しみに。アビさん、どんな写真撮ってくれるんでしょうか？はい、頑張ります。頑張ってください。なんか、ね、変な前があって大丈夫、はい、3年目の止めてよ。はい、じゃあ写真撮り終えて、ここからどういう風な流れになっていくの？こっからは、はい、まずは選抜ですよね、うん、写真の捨てていくわけね。そう、で変な写真を捨てていくわけなんですけど、うんうん、変だって言ったね、変な。まあ気に食わないやつをね、うんうん、どんどん削ってって、ね、最終的に使う1枚を、うん、もう奇跡の1枚をまず選ばなきゃいけないのね。はい、オッケーオッケー、厳選していきましょう。やっていこう。じゃあスタートからですね、うん、はい、捨てまーす。はい、捨てます。いらないでしょ。これスタートの1枚ですね。尋常じゃないぐらいただの素じゃん、うん、そう、いつものアイコの作ってる顔を、うん、言い方言い方ばっかみんな見てるから、うん、一応見せようかなと思って。ありがとう。はい、選んどきます。消し去れ。はい、じゃあ消しまーす、うん、なるほどね。これいらねえだろうに。もっとあっただろ、他に。何よこれ、これどうしたんだろうね。かわいい、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 これかわいい、ポジティブで。やばくない？やばない？親に謝れ。じゃあこういう時に決めるポイントで大事なのは何なの？うん、100人まず、ね、撮ってきたまず私だったら、うん、このここですね、この目の部分がちゃんと出てるかどうか。なるほど、両目ね、うん、両目がしっかり出てるかどうか。なるほどなるほど。他は他は、まああとはなんだろう、この
例えば手の感じとかなんか結構遊んじゃってる、もうそうか手が変になっちゃってる人とかもいるから、手が変になっちゃってる人もいるんだ。そうそうそう、やっぱ撮影慣れてないと、うん、さ目とか顔とかに結構集中して、うんうん、だんだん最初こうやってたのが、うん、こうなってたりとかジャミラになるの急になんか急にジャミラになることある、ちゃんとこうやってたのがなんかだんだんなんかこう崩れてきちゃったりとかしてて、顔が良くてもポーズがダメだと私はやめた方がいいんじゃないかなって思いますね。顔以外のパーツの出来高もかなり大事ってことだ。大事かなと思う。あのちゃんとこう背筋伸ばしてるかとか、全部ダメになるそんなこと言ったらそうそうそう、だからそこで奇跡の一枚をこう選んでった方がいいんじゃないかな。ここら辺だってずっとマイクじゃん。あ、歌い出したここイントロだったんだここまだイントロ、なんそういうこと曲がかかり始める前でイントロ投げ始めて歌い出したの、うん、そう全部消せここにただ リズムに乗ってるとこなんだ、こうやって盛り上げるのは消せ言っちゃう。待って、わかんない、本当にわかんない。でもさ、使うんだ、せっかく使うんだからね、しっかり。じゃあこれ、うん、最後、最終決戦、うん、ちょっと、もうこれは、うん、あの決められないから4人で決めよう、うん、4人でちょっとここにいる兄さん、みんな来て、2枚に絞ったからどっちがいいか答えて投票を取ります。男性意見って大事ですよ。あー、確かにね。これか、うん、みんな見た、うん、これか、こっち、どっちがいい。これ1個目かな、うん、僕も1個目ですね。こっち、こっち、うん、そう、男子はそっちだ。なんだって、相打ち意見どっちだった。よし、こっち。あ、そうなんだ、うん、よくない、ね、じゃあやってみますか。はい、お願いします。じゃあまず今回選ばれたこちらの作品、そう、こちらの作品なんですが、はい、まず、うんうん、あの顔の形とか体の形を決めて、うん、顔、え、どういうこと？だって決まってるじゃん。まあ細くするなら、うん、こう。すごい！あ、全部をってことね。そうそうそう、こう持ってきて。すごい！で、すごいすごいすごい。で。でもこんなのさ、これだけでね、ね、こんなのさ見てたらさ、もう潜在女子なんて何も信じられないくならない、みんなが、みんなが、うん、じゃあ顔いきましょう。うん、行こう、顔、顔アップにして、うん、ちょっとアップにしすぎた。ね、なんでこの時だけ来たの？なんかめっちゃスタッフさんが集まってきた、うん、顔いじろうのところで、はい、そんなに直すとこないんだけど。来た？来たみな。でもせっかくなんで、じゃあめっちゃ直しましょうか会話の流れぶち切ったねぶち切ったね、うん、なんか目赤いの嫌だな。これすごくて、何、鼻、今目鼻口って出てきた。顔の認識されてるってこと？そうなんですよ、これすごくて。すげー。この2人とかいたらここ顔2とか出るんですよ。で今顔1人しかいないんで1しかないんですけど、読み取ってんだ。なになになに、え、目とか、え、なに今の。ちっちゃくもできるし、え、ちっちゃくしたい。え、ちっちゃくしたい。そうなんのちっちゃく両目するとこうなりますね。で、あ、あ、ほんとだ、ち、え、すごい、こんな違う。私目ちっちゃくなったねそう、でっかく、一番でっかくするとどうなるの。はみ出る、はみ出る、すごいでかい、こわ、こわい、プリクラじゃん。プリクラみたいだね。どれが良かったどれが良かったまあ、すごい、数値的に言うと今100-100ですね。なんか、わかる、わかる、高さ変わるし、何か超広いじゃん。そう、え、誰、もう違うよ怖くない、誰これ。はい、これで顔の形が完成しましたと。すごいすごい、ね、で、じゃあ次、歯を白くしたいとか。したい、歯を白くしたい。歯医者行けよって話だよね。そんなことはないですよ、うん、もう修正すればいいんで白くなった、白くなったよ。ちょっとなりますよね。なった、なった、なった。違う、違う、これは違い、全然違くない？
こんなもんすか。いやもう、あ、むしろやりすぎぐらいとか。いや、わかんない。嬉しいです。嬉しいです。はい、診察に行ける。診察に行ける。あとは目とかもそうですね。そう、目赤いのよ。直したいです。これも、めっちゃ近づけるけど。あ、なったよ、今。そう、ちょっと白く、こんぐらいにしとかないと、まあ、結膜炎がちょっと見えたね、みんなに。ちょっと見えましたね。あ、すごい、歯もそうだし目も白くなった。あ、やっぱ違うね。違うよね、全然ね、全然違う、印象が。というわけで、すべての工程が終わりまして、はい、このような作品が出来上がりました。ここに、うん、できてる、できてる。おそらく 100% じゃないやつもうギラギラじゃないやつだ、はい、こんなことまでできるっていうのがちょっと衝撃すぎて、うん、若干引いてるんだけどすごいね、洗剤ってこうやってできてくんだね。そうですね、なんか今の技術っていうか、うん、こうもう笑顔とか目の大きさとかもワンタッチでいけちゃうっていう時代に今なってますからね。笑顔っていうメーターの面白いね。メーターの面白いよね。笑うのが下手でももう大丈夫ってことだ。そうそうそう、ちょっと口角上げてあげるっていう、うん、できるもんね。そう、でも使わせていただきます。はい、はい、ありがとうございます。ぜひ使ってください。アイコンに、アイコンにします。はい、うん、そしてここから相内さんからお知らせがございますか。はい、そうですね、ここにじゃあ URL を、うん、はい、出すので、うん、そちらの方から見て皆さん連絡をしてきてください。ただね、あの私麻雀プロ専門で今のところ、うんうん、存じてる、うん、はいなんで、あの一般の方向けにはちょっとまだ撮影はしてないんですよ ね、 なるほどね。はい、なんでまあぜひぜひ麻雀プロ、まあ、もしくは麻雀関係者の方、うん、はい、写真撮りたいなとか、こういう写真撮りたいとか、ちょっと相談とかしていただければやります、うん、あとは編集だけもやります。お、どっかで撮ってきてもらって、特にね、関西の方とこっちに来るの無理じゃないですか。うん、大変よね。そう、だから自分で撮ってきて、うん、で編集はこっちに任せてもらうとかでも大丈夫です、うん、はい、なのでそういう、仕事依頼お待ちしております。すごい、何でもできるからね、ぜひ皆さんご利用ください、はい、こんなに変化できるっていうのをね、はい、今日で知ってもらえたと思います、はい、さあ、というわけで今回は相内さんに日向の洗剤取ってもらいました。これをね、いろんなところで活用して、はい、日向さん洗剤くださいって言われたらありますみたいな顔ですぐ送れますから、本当にありがとうございます。はい、よかったです。これからもね、あのこのいう企画もそうですけど、相内さんよかったら、はい、うちの動画出てください、たくさん、はい、ぜひ呼んでください、うん、またで呼ぶというかもう来ちゃってよ、うん、いつでも受け入れるから勝手にしちゃう、うん、あの鍵渡すわ、うん、あの鍵もらってる、あ、もうあすごい早い鍵勝手に開けれちゃう、ここ天才だなさあ、というわけで今回は相内プロがやってきてくれました。これからね、さらに登場しますから、皆さんぜひ相内さんのツイッター、はい、ツイッター以外何かやったりするんですか。やってません。あ、じゃあもう直で、うん、和菓子屋に電話いただいてはい、はい、あの検索すればね、すぐすぐ出てくる、分かっちゃう、うん、実家の住所すぐ出てきちゃう怖いよね、そんな危ない、気をつけて大丈夫大丈夫、はい、皆さん、はい、ツイッターフォローしてください、よろしくお願いします。はい、さあ、というわけで
今回も動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして Twitter と Instagram こちらもぜひ皆さんチェックしてください。さあでは皆さん最後は手を振ってお別れしたいと思います、はい、皆さんバイバイ、また会おうね。洗剤ありがとう。